ゼロアリーナのこけら落としの話知ってる？2日目のグループはまだ決まってない。ここに入りたくないか？ゼロアリーナのこけら落とし、俺たちにできるのかな？できたらすごいよな。総支配人が俺たちのライブに気合い入れてく方向で、次のライブの演出もマネージャーがやってくれるんだよね。よかったらゼロのコンサート DVD 貸すよ。きっと参考になると思う。ホーク？舞台演出の勉強をしているのかい？インスピレーション湧きましたか？何を叶えようとしても、何を目指したとしても、俺たちにとって一番の近道は一つだけだ。今持ってる力全部出し切ろうぜ。さあ行くぞ。おお、アイドリッシュ7でした。みんな声をありがとう。リク、リクさん、リク、お前の体が最優先だ。わかるな？いやだ、できます、でき。アイドリッシュ7のセンターを変えましょう。センターを変えるって？アンコールに出られなかったこと怒ってるだろうって。センターの子はどうなったんだね？おふくろは病気で死んだから。絶対に成功させてみせるから。ファンに未完成なものを披露した。プロとして仕事を全うできなかった。違う、理想やプランを押し付けすぎるとうまく回ってた歯車も次第に狂っていくぞ。ごめんなさい。センター変更の件お引き受けします。